皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日こちらラグギターの T70HE というギターを買っちまったぜ。なんていう動画を公開させていただきましたが、このラグギター、まあ買ったばっかりなんですけども、早速プレックに出してみようかなと思っているんです。プレック。P-L-E-K でプレックって言うんですけれども、まあプレックって何だろうかっていう方のために軽く説明させていただきますと、このフレットとネックの状態をめちゃ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 精密に検査して、めちゃめちゃいい感じに仕上げてくれるっていうその機械と、まあメンテナンス全般のことを言うんですけれども、もうどのぐらい精密かっていうと、びっくりすることに1000分の1ミリ。この1ミリが1000分割されて、その1000分の1ミリの状態で、このフレットの高さ、根っこの状態を検査して、で、このいい感じに仕上げてくれるっていうね、半端ないっすよね。なんかもうそのギター、その機械自体、その精密すぎて、なんかね、噂によるとその1000万を超すらしいんですけども、まあそんなのがあるわけなんですよ。まあ普段そのフレットって言うとさ、その職人さんがね、このカンナをするみたいな感じのね、ノリで、なんかこう、わーっとフレット削ったりとかするんですけれども、このフレックに関してはね、完全デジタルで仕上げていくと。完全デジタルで。まあもちろんね、その操作とかね、あのコツとか調整の仕方とかね、もういろいろあるから簡単ではないんですけれども、そうね、完全デジタルでコントロールすることによって、もう今まででは実現し得なかったとんでもない完成度がですね、なんかこう作れるみたいな、なんかそんな感じの機械なんですよ。で、僕はね、今までそのプレック今まで一度も、そうですね、出したことないですね。一度も出したことがないんですけれども、ただまあね、周りにね、ちょこちょこ使ってらっしゃる方いらっしゃるんですよ。で、その中でね、一番強烈的に印象だったのは、まあとある方がさ、5000円ぐらいで、このジャンクのギターの、フェンダージャパンかなんかかな。フェンダージャパンとかのそのストラートを買ったんですよ。で、そのジャンク品ね、本当ね、すんごい状態悪くて、もうフレットガタガタで、もうネックがなんかもう波打っちゃってて、なんかもう弾いててもね、うわ、全然ダメじゃん、これ、みたいな感じで。もう鳴らないし、弾きにくいし、もう楽器としてダメだよ、これ、みたいな感じのギターがあったんですよ。で、その人が面白がって、その5000円のジャンクをプレックに出したんだ。で、戻ってきたら、もうびっくり。もうそのギター弾かせてもらったんですけども、もう嘘でしょ、同じギターとはちょっと思えないんですけどっていうぐらいに、もうとんでもないもう完成度にしちゃって、あのフェンダージャパンでもさ、そのね、80年代後半とかにさ、なんかね、7万円、8万円とかで売ってた、そのね、安いね、あのモデルでも、なんかすんげえ完成度高いやつってあるんですよ。ほんとね、それに化けた。もうナチュラルにその10万円以上のね、ギターですって言われてもね、全然遜色ないぐらい、なんかね、めちゃくちゃいい音になっちゃったんですよ。で、そんなのがあって、プレック、やってみたいなって思ってたんだけれども、まぁ、今回ちょっとこのラグギターを実験台に、ちょっとやってみようかなという感じでございます。まぁね、そのプレック、楽しんで、なんだろうな、その楽しみなってのもあるんだけども、このラグギターをね、その完成度高めて、ちょっとね、あのメインのサブ機。まぁ、メインのサブ機って意味わかんないけどね、まぁ、そのサブ機として、このれっきとした楽器に仕上げるために、ちょっとまぁ、プレックに出してみようかなと思った次第なんですが、まぁ、せっかくだからね、そのビフォーアフターじゃないけれども、まぁ、動画にして、プレックことプレック前、いろいろ比較していこうかなと思っております。よかったら楽しんでみてくださいませ。で、もちろん今はプレック前です。弦はですね、こちらエリクサの1-5にカスタムライトに貼り替えまして、チューニングをして、で、もともと貼ってあった弦が多分ね、ちょっと太めだったのかね、1-5に貼ったら、若干ネックがですね、この逆反りしてしまったので、少しロットを戻して、ちょっと逆反りを少し解消しております。でもそれでもね、かなり、弦高が低いので、ちょっと、3弦とかちょっと怪しいとこはありません。1弦はいい感じ。でも3弦この辺、3弦かなーって感じはあるんですけども、まあ僕はまあ正直このぐらいのね、バスだったらまあ許容範囲として普通に使ってしまうんですけれども、まあこんな感じの状態ですね。ちょっとコードも少し弾き目とすると、
まあ、こんな感じの、サウンドでございます。まあ全然このままでも十分じゃ十分なんだけどね。でもわかんないね、この後プレック出してみたらとんでもない驚愕の変貌を遂げて戻ってくるかわかんないんだけども、まあこんな感じでございます。でちょっとね、ラグギターのね、この弦を外してみて思ったんだけどもね、ナットの精度がねちょっとね、あんまりよろしくないかもしれないですよね。だからこれナットをちょっと作り変えてもいいかもしれないなって感じはするんだけども、まあ普通にこのまま使えるけどね、さらにこれ以上完成度を高めようと思ったらって感じなんですけれども、え、まあこんな感じの状態でございます。では、このままですね、ちょっとこの時を経てプレック5に、ちょっと行ってみましょうか。ちょっと私はこれからこれを梱包して発送するんですけども、続きを楽しんでみてくださいませ。プレック5どうぞ。てなわけで、プレックから帰ってきました。わーい、こんな感じでございます。とりあえず弾いてみた感じ、弦高が低くなったのかな、それともネックが適正な状態になったのかな、ちょっとわかんないんですけど、なんかすごい弾きやすくなった感じがします。で、それぞれの音を単音で弾いてみるとこんな感じです。とかバコーンって飛び出してくるのか、なんか分かりますでしょうか。ちょっと僕の希望で弦高低めにセッティングしていただいているので、こう強くピッキングするとちょっとこのバズるというか、なんていうか鈴なり感があるというか、まあ、そんな感じの音がするんですけども、それにしてもね、この弦高低いのにもかかわらず、この一個一個の単音がバコーンってこの外に出る感じ、このなんかメロディーがすごいすっ飛んでくる感じしません？なんかそれがすごくわかりますでしょうか。まあ、平たく弾きやすくなって音が良くなって楽器が鳴ってるという表現が一番適切なのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ平たく言うと出してよかったなって本当もそんだけでございます。でちょっくらですね、いろいろとこの不具合というか、なんていうか、ちょっとこう修正ポイントみたいなの見つかったりとかして、まあ、結果的にそのね、ちょっとお金すごいかかってしまって、なんかこのパーツ代というか、その弦代ですね、弦代とそのプレックの料金と、あとこのフレットのちょっと修正、そういったものも含めると32,800円で買ったのかな、32,800円で買ったんだけども、32,500円くらいかかって、あの本体価格とは変わんねえじゃねえかっていうお金かかっちゃったんだけども、ではまあね、これに関してはいろいろとメリットがあるんで後でお話しさせていただきます。でこの弾き心地が良くなって音が良くなったらうんたらかんたらってのもあるんだけども、単純に興味として面白いなって思ったのが、こういうね、なんかこの診断結果みたいなのですねくれるんですよ。でちょっと今画面バーって切り替えてるんですけれども、この調整前の上のところにこの丸がついてるの分かりますかね。これ1弦側のフレットのこの飛び出し具合というか、その高さをこの測定したものなんですけども、なんかどうやらですね、なんか7フレットだけなんかね飛び出たらしいんですよ。でその1弦の7フレットが特に飛び出てたらしくて、7フレット全体的に飛び出たんだけど、まあこんな感じになってますよみたいなのがあったりとかして、こんなのあるんだと思って、で、ね、よく見ていただくとね、その緑色の線が、まあ、理想的なラインなんだけども、オレンジ色が、まあ、実際のその測定結果のラインらしいんですよ。でこうやって見てみるとね、まあ、確かにその測定結果とその理想のラインが全然違う風になってるからね、まあこの差異があればあるほど、まあ、楽器の鳴りにこの影響してしまうと。で調整後を見ていただくと、もう本当にこのね、綺麗にこの緑のラインがさ、バーッとこうまっすぐになってるじゃないですか、こう描いてるじゃないですか。だからこんな感じでこうね、楽器がよく鳴るようにこのフレットの高さをしっかり調整してくれてるとのことで、いやなんかこういう風にグラフで見るとなんかおもろって感じですよね。こんなことあるんだみたいな感じで、
でちょっと次に、今見ていただいているのは、まあ、それぞれのこのまた弦の、フレットか、フレットの高さって感じなんだけども、左側に上から小文字の E、B、G、D で大文字の A、E とあるのは、それぞれこのね E 弦、まあ、1弦ですね。で B 弦は2弦、G 弦は3弦、D 弦は4弦、A 弦は5弦、で E 弦は6弦って感じで、それぞれ 1,2,3,4,5,6 弦の、そのフレットの高さの測定結果なんですけども、まあ、黄色い括弧がついているところが、まあ、ちょっとフレットの高さがおかしくて高すぎる、もしくは低すぎるとかで不具合が出る可能性が高いよっていうのが、そんな感じのポイントらしいんですよ。こうやって見てみるとね、結構そんなんだらけだなっていうのがあって、はあ、おもろーって感じですよね。まあ、こんな測定結果もいただけて、なんかすごい満足度非常に高めって感じでございます。ちょっと面白いですよね、こんなこと分かっちゃうんだみたいな。やっぱ普通にこうギター弾いててもさ、そのね、感覚でさ、なんとなくさ、この辺ちょっと鳴ってないなとかさ、なんかビビるなとかあるけれどもさ、やっぱこんなね、目視でわかる話でもないし、なんかこう、感覚として、なんか自分が間違ってるのかどうかもわかんないし、合ってるのかどうかもわかんないし、なんかちょっと違和感あるんだよな、でもまあ、こんなもんかなとかっていうパターンってよくあるじゃないですか。けどこんなバチコーンって数字出してくれたら、ははーって感じですよね。もう納得せざるを得ないというか、なんかそういった意味でもですね、その感覚が信じられないってわけじゃないけれども、ちょっとこの良くなってるかどうか不安だなっていう方にとってもね、こういう資料とか添付していただくのも、まあ、結構大きなメリットになるのかななんて感じがしました。で、僕このラグギター、T70ACE なんですけれども、とりあえずこのプレックの工房さんにこうペッと送ってすぐ連絡来たら、あのフレットが全部浮いてると、フレットがちょっとずつ全部浮いてしまっていると。で、このままプレックの加工をしても、そのフレットが浮いている分すぐにこの不具合が出る可能性があるから、フレットを再接着、しなきゃダメだよなんて話になって、でそれでこれ、ね、再接着でそのプラス5000円かかってしまったんですけれども、まあ早い段階でそんな不具合とかも分かったし、すごいこのね、めちゃめちゃ理想的な状態にすることもできたし、こんな診断結果もね、面白いのもいただけたし、で今回そのね、ちょっとリンクルに貼っておくんですけども、その仙台のグライドさんってとこにプレックお願いしたんですよ。でグライドさんなんかね、なんかちょっとこう言ったらちょっと語弊があって申し訳ないんだけど、なんかちょっとわけわかんないんだけど、一回出したらなんかほぼもう永久になんかやってくれるらしいんですよ。よくわかんないですよね。一回出したらもうこの楽器を使い続けてる限りずっとやってくれるんですって、プレックを。え？って感じですよね。え？ってえ？ずっとっすよ。一回ね、出してね、まあ、いくらです。で、その次3年後とかね、またこう出したらね、普通はまあね、もう一回、そのいくらですってかかるんですよ。普通の金が。普通かかるんですよ。でも、グライドさん、なんでっていう、えっていう、なんか、ね、そんだけまあ絶対的に自信があるとかなのかもしれないけれども、ちょっとそれ大丈夫っていうふうに不安に思っちゃうんだけども。だからこのギターに関してもね、その、一回そのプレックにまあ出しちゃった方が、もうどっちみち出すんだったら先に出した方がいいじゃないですか。後に出してもね、今出して、後出しても今出してもそんな変わらないから、もうさっさと出しちまえということで、まあそのプレック出したんですけれども、まあそんな感じでもいろんなメリットがあったりとかするんで、今回に関してはもうすごいありがたい話だななんて感じがしております。とりあえずこのラグギター、僕はメインギターで使うわけではなくて、お家で、練習する用の、まあ、メインサブギターみたいな感じで作ったので、もうこの結果はですね、もうすごいこの大満足でございます。本当にもう今回グライドさんも大変お世話になりました。皆さんも興味がありましたらですね、ぜひ概要欄の方にグライドさんの URL 貼っておきますので、ちょっといろいろチェケラしてみて、興味があったらですね、プレック出してみていただければと思います。こういう診断結果とかも、ね、いただけてすごく面白いので、ちょっとチェックしていただけたら幸いでございます。まあ、そんな感じで今回ですね、いろいろとグライドさんにお世話になって、このラグギターをですね、レベルアップさせることに成功しましたという動画でございました。わーすごくない？めっちゃ音でかい感じしますよね。音がバコーンで飛んでる感じがしますよね。いやーすごいなって感じでございますよ。ありがたく末永く使わせていただきます。でこれが多分しばらくねバシバシ使うと思うんでね、またこのフレットがガタガタになったりとかすると思うんですよ。で普通はね楽器屋さんにこのフレットすり合わせとか出すとですね、まあ、安くても2万円とかまあ3万円とかそのぐらいかかるんだけどね、グライドさんだったらなんかやってくれるっていうから本当かなって感じなんですけどもね。本当かな、大丈夫かな、嘘かな、大丈夫かな、まあそんな感じなんですけども、そんなあれでございます。で、ちょっと
別の話なんですけども、この間生放送中にその僕がラグギター買ってすぐにこのプレック出したなんて話をした時に、他にもですねその僕の動画を見て買いましたって方がいらっしゃって、僕もねプレック出した方がいいですかねなんて感じの話があったんですけれども、別に出さなくていいと思います。さっき言った通りね、とりあえず僕はもう先にこうね、あの仕上げちゃいたかったっていうのがあったので、とりあえずバーッと出したんですけれども、まあ普通にこうね弾いて、僕も触ってみた感じで別にその過不足を感じなかったですし、普通にこうバーッと弾いて、あ、いいじゃんって普通に思ってたので、気づかなければ、違和感がなければ、特に問題なければそのままで全然いいと思います。ただまあね、プラス何万円がかかっちゃうけれども、それに出せばですね、もうめちゃくちゃレベルアップしてパワーアップして帰ってくるので、まあお小遣いがね溜まったら、ちょっとプレック考えてもいいのかななんて感じの、そのぐらいの程度で、大丈夫でございます。よろしくお願いします。そんな感じで、今日もですねちょっと長い動画になってしまったんですけども、以上とさせていただきましょう。アコギ新品にプレックありだぜということで、よろしくお願いします。それではまた違うところでいたしましょう。さよならグッバイの前にちょっとお知らせ。私滝沢勝成 YouTube メンバーシップなるものをやっております。まあ簡単に言うと、その月額会員のなんかファンクラブみたいなやつなんですけれども、なんかそのファンクラブ限定でなんかこの交流会をしたりオフ会をしたりとか、なんか限定のツイッターやったりとか、なんか生放送やったりとか、あと発表会やったりとか、そんな感じでですね、このメンバーシップ内でしかやってないような、表のツイッターには全く書いてないような、そんなこの楽しげな催しをよくやっているので、よかったらですねそのメンバーシップ1ヶ月だけでもいいので登録してみていただけたら幸いでございます。パソコンからご視聴いただいている方は下のメンバーになるというボタンから、スマートフォンからご視聴いただいている方は概要欄の方にメンバーシップはこちらというリンクを貼っておきますので、ぜひとも検討していただけたら幸いでございます。村民証というね、なんかこの無料のカードとかもお配りしているので、よかったら検討してみてくださいませ。それではまた違うところをいたしましょう。さよならグッバイ。